森義成は1523年、尾張の国に生まれ、美濃の国の時氏に仕えていました。その後、織田氏の家臣となり活躍した戦国の武将です。義成は槍の名手で、関兼定名の十文字槍の使い手であった。武勇の誉れ高く、攻めの三座という異名を誇った。1555年の信長による清洲城攻めでは織田信友を討つ功績を挙げた。また、伊能の戦いや桶狭間の戦いなどの主要な戦にも参戦し、功績を残しています。武変者として多くの武勇伝が伝わるが、信長の上洛後は京都周辺の寺社や堺の会合集などに当てて非常に多くの文書を発給しており、政務にも大きく関わっていたことが伺い知れます。